はい、今回はガチンコマッチョクラブ総集編ということで、この1ヶ月をね、ミスター M さんがギュッと凝縮してまとめてくださいました。そこで言えるのは、やっぱり皆さんね、気になるのは結果ですよね。数値的な結果と見た目の結果をこれから私が評価しようと思います。まず数値的な結果、じゃん。体重は、103.6kg から 102.0kg まで、要するにマイナス 1.6kg なんですよね。 1.6kg 30日で減らすことができました。おめでとうございます。そしてもう一つ、ウエストなんですよね。こちらの方が効果的面で、109cm から105cm、 4cm のウエスト減に成功したわけですよ。さあ、これを見てね、なんだ 4cm 減っただけか、なんだ 1.6kg か、そんな誤差の範疇だよって言ってる方いると思います。でもそういう風に見てるあなたはダイエットに成功したでしょうかってことなんですよね。ダイエットをやってもいないかもしれません。そして偶然減った体重に対して、いや俺のがまあ効果あったしみたいなことで感じるかもしれません。それもまあ受け取り方の一つなんですよ。これからですね、私が2つの気づきをこれからね報告しようと思います。一つはですね、この30日間チャレンジをミスター M さんがやっていなかったとしたらどうでしょうか。多分ですね、ウエストは現状維持じゃなくて、ウエストはね1センチ2センチ増えていたかもしれません。そういうふうな潜在的な肥大を考えると、これはですね、やってないことを仮定する、ガチンコマッチクラブをやってないことを仮定する、そしてやったという結果を合わせる。そうするとですね、潜在的にはマイナス7センチぐらいの効果が出たと言えるんではないかなと思います。そして体重に関してですけども、おそらくガチンコマッチクラブに参加せずにね、参加っていうのはまあミスター M さんが一人でやってるんですけども、このガチンコマッチョクラブをやらずに、ダイエットやらずに30日過ごしていったらどうでしょうか。多分ですけどもね、体重も 103.6kg ではなくて、キリがいいところで 105kg になってた可能性があるんですよ。だって運動せずに、食生活変えずに、そのままの暮らしをずっとやった結果 100kg 超えたわけですよね。ってことはそれはね、体重が増えるしかない人生なんですよ。でもガチンコマッチクラブをやることによって、食生活気をつけて、動画を編集するっていう時間を取るために、一日のライフスタイル考えて、そしてトレーニングをやるための動画を撮影してってことになると、どうでしょうか。ダイエットをするとかね、ガチンコマッチョクラブをやるっていう意識が毎日ついてもあるので、やっぱりね、痩せなくちゃって気持ちがずっと維持されて、そして行動になりますよね。そうした結果ですね、 1.6kg 減ったとしたら、これは潜在的に 3kg 痩せたと同じ効果なんではないかなと思うんですよ。そうなんですよ、ダイエットをやってね、痩せない痩せない、筋トレをやって筋肉つかないつかないと思ってる人、全然悲観するあれはないです。というのが、体重が減らない、もしくは筋肉が増えていかないっていうのは悲劇ではなくて、お、体重が増えるのが止めることができたとかね、筋肉が減少するのが食い止めることができたっていうふうなところが、ダイエットの、まあ、効果の見えない効果の一つなんですよね。まあ、ですんでね、何にも無駄になってないんですよ。あとはこれをどのぐらい続けていけるか、どこを自分の目標値に置くかってことだと思います。本当に今回ね、ガチンコマッチクラブをまとめていただいてありがとうございました。私としてもね、ものすごく楽しみに見させていただきましたし、私が動画を見ながらいろいろとね、アドバイスといったら大げさなんですけども、いろんな気づきをね、ミスター M さんにお伝えしてきたのをすぐに取り入れていただいて、ここまで来たかなというところを見ると、私と一緒にですね、タッグを組んでこのガチンコマッチョクラブをやり遂げたんではないかなという気持ちにさせてくれますよね。そして他の視聴者さんも本当ありがとうございます。これからね、新しい挑戦をミスター M さんどんどんやっていくと思うので、これからもね、このガチンコマッチョクラブ精神を見ていただきたいかなと思います。それでは次はどんなシリーズが来るのか楽しみですね。それではミスター M さん、またよろしくお願いします。失礼します。